おはようございます。2022年9月20日火曜日の朝です。今日の体重は 65.50 でした。体脂肪率は 38.2% です。おはよう、アリちゃん。今日の天気は晴れですね。ちょっと私別に遅起きじゃないんですけども、おはようアビラジオ撮るの遅かったので太陽とか行っちゃいましたけれども、今日はですね、昨日すごい大雨降ったんですよね。そのおかげもあってですね、蒸し暑さゼロですね。逆にちょっと肌寒い感じがします。これから冷え込む日も増えてきそうですね。そんなアビラ町の朝でした。今日の朝ごはんです。今日は目玉焼き、サラダはレタスとトマトとツナ、納豆、お豆腐となめこのおつゆ、ご飯は白米、もち麦、発酵米と黒米のご飯と酢で食べます。ちょっとですね、エリコロファームに来てみたんですけれども、実はですね、こんな時期になってスイカができましたよ。多分食べれないですよね。きっと大きくならないと思います。もうすごい寒くなってきちゃったから。これとですね、こっちにもできたんですよ。受粉のタイミングがいまいち分かんなくて結局できなかったんですけど、なんか虫さんとかが多分やってくれたんでしょうね。できてました。そしてパプリカ、赤パプリカ、やっと赤くなってきましたね。全然色つかなかったからどうしたもんかと思ったけど赤くなってきましたね。もう少しこのままでおきましょうね。そして今私はこの黄色パプリカちゃんを持っていこうと思って取りに来ましたよ。これ取ってきます。今日のお昼ご飯です。今日はいろいろ野菜のペペロンチーノペンネ作りました。ナスとかぼちゃとパプリカとトマト入れてます。上にパセリかけてます。あとはプルーンで食べます。じゃん、こちら昨日ですね、ヨガインストラクターのあかねさんが遊びに来てくれた時にですね、お土産で持ってきてくれたコーヒー豆です。早速入れて飲んでみようかなと思います。いい匂い。そしてこちらがですね、コーヒーネルです。コットン 100% のコーヒーネルで、私本当にずっと欲しかったんですけど、どんなの買っていいのかよく分かってなかったんですよね。でも 100% のコットンのやつ欲しくって、これも一緒にいただきました。これで早速コーヒー入れたいと思います。コーヒー好きなんですけど、特別ですね、こう入れ方にこだわってるとか、すごい美味しい入れ方を知ってるとかではないので、なんかこれで合ってるのかよくわかんないんですけど、いつも適当に入れております。わ、すっごいいい匂いする。美味しそうに入りましたね。あかねさんのおすすめはですね、こちらのコーヒーに牛乳を入れて飲むのがおすすめなので、ちょっと入れましょうね。よし、ミルクコーヒーできた。飲みます。おいしい。財布名物、梅ヶ枝餅食べます。エリコロの動画、今日の夜ご飯です。今日は旦那さんが札幌でお仕事だったので、帰りにお土産でお弁当買ってきてくれました。デパ地下で買ったほっこり野菜弁当、体喜ぶスチーム弁当っていうことですね。スチーム弁当っていうだけあってですね、蒸し野菜がたくさん入ってますね。この辺はご飯ですね、きっと。まん丸いご飯が3つ入っております。美味しそうですね。食べます!一日
が終わりました。今日も昨日に引き続きですね、こっちの和室の方でタクトレやりました。なんか筋トレやらなきゃって皆さんに言ったらですね、なんかやらなきゃいけないかなっていう気持ちが強まってですね、まずは腹筋からかなと思って、で自分でなんか分かるやつやろうかなと思ったんですよ。 YouTube とか見ないでですね。でもなんとなくそれやると加減しちゃうんですよね。だからちょっと大好きなマリナさんの動画で久々に強制的に頑張れるようにYouTube を見ながらやりました。今日やったマリナさんの動画はですね、これがまずは1週間やってみてってやつですね。5分の首でトレーニングをやりました。でその後にですね、前結構マリナさんの動画見ながら有酸素とかにハマってた時に、最後の曲が好きでですね、よくやってたやつがあったんですけど、11分だったかな、11分の、あれどこ行った、あ、地獄の11分痩せるダンスで全身鍛えようっていうやつですね。それやりました。それもなんかスクワットだったりとか、あと腹筋とかあるのでですね、結構久しぶりのなんか筋トレにはなかなか手応えありましたよ。すっごい、もう今すでにですね、足力入らないですね、フラフラってしてます。だから本当にずっと結構スクワットとかをやり続けてたんですけど、本当何ヶ月間か全然もうやってないに等しいような状態だったんですけど、やっぱり筋力落ちてたんだなってすごい思いました。全然余裕でできたんですけどね、前は。今結構きつかったです。でもできな途中でできなくなっちゃったはなかったですね。最後までやりきることができてすごいスッキリしました。しかも後から今やってる途中よりも後から汗すごいですね。あ、そうそう、しかも運動してなかったからだと思うんですけど、前やってた時は運動中に汗すっごい出てたんですけど、今全然ですね。これもやっぱり続けてないとですね、発汗しなくなっちゃってるのかもしれない。なんかちょっとそれを自分で感じるとなおさら、ああちょっともうちょっといろいろ体動かさなきゃなって思いましたね。痩せない原因は食べ物もありますし運動もありますし、どちらもどちらって感じですね。はい、そんな感じで今日もとりあえず頑張りました。そんな感じで今日はこれぐらいにしておこうと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。また。